ほら、いつまで経っても飛ばんす。こう構えて、こうやってやってる時に、今肩とかもこうボディも動いてるでしょ。でもそれをもっと中まで絞ると、中の背骨が回ってるイメージになるじゃないですか。この要は竹トンボのこう竹トンボの芯が動くから羽が動く。だけどみんなは構えたら羽ばっか動いて芯がちょっとしか動いてないから、だから球打つ時に何考えるかっていったら、打ち方考えなくていいから、まず構えたらそのまま、はい、じゃあ一回打ってみようか。構えて、で特に自分なんか特にな、真ん中の背骨をどんどん、背骨をどんどんこうやって右左に回して、どんどん好きに振ってみて、はい、回して回す、勝手にしたら振ってるはずだから。背骨のことだけ。そうそれで一回振ってみて、はい、もう適当でいいから、スピードつけて、はい、背骨をパッパッと、はい、背骨を動かして、反対も動かす、こんだけ。めっちゃいい球。わかる？これってだからみんな本当パーッとたくさんこう見るじゃないですか、お客さんたち。こうやって投げてるから、野球をこうやって、これが動かないと投げれないですよね。ゴルフも一緒、ね、構える、一番遠いところを振りたいんだけど、もうお二人ともある程度できるから、構えたら中の部分、背骨を右左に回す、うん、背骨を好きに振っていいの、スイングを。その時にどこを動かしてると思うかだけ、クラブヘッドを動かすわけじゃなくて、背骨を回してやれば、そうやって思うだけでクラブ振ってるじゃないですか、はいはい、だからこれを振ろうとか思うんではなくて、はい、自分の背骨を回してやったら、ほら振ってるじゃないですか、はい、イメージわかります？分かります、うん、はい、今スイングしてるんですけど、じゃあどこにフォーカスしてスイングしてるかって言ったら、はい、クラブヘッドでもなければ手でもないでしょ、はい、それで振ってみる。そうはい、構えといて、はい、そのまま振る。そう、ほら、めっちゃいいイメージわかります？打ち方は変えてないんですよ。どこの動きにフォーカスして、ほら、うん、まず腕がちょっと強いのと、で自分は丁寧すぎるの、丁寧にしすぎて、野球でいうと丁寧、ここまでいい感じで来といて、丁寧にいっといてこう投げるから一番厄介なのは、人間ってこうしといて、ね、やれてくると、この本体のこのなんだ、あの竹とんぼの心棒の部分動かなくてもこれでやれちゃうんですよ。だけど、だからそれがいいとか悪いじゃないよ、ダメじゃないですよ、でももったいないってことで、背骨を回さないイメージで振ろうと思ったら打てるわけですよ、手打ちで何でも。今度逆にね、この状態から球打つぞと思いながら背骨だけこうやって回せるかって言ったら絶対できないから、こう構えます、はい、球を打つつもりで背骨回すぞって言ったら、なんか知んないけどクラブ上がりますからこれクラブ上げてないですよね、自分の中で、はい、球を打つ、はい、背骨を動かす、球を打つんだよって言っても背骨を動かすよ、はい、背骨で今背骨の動きをやってるだけですよね。だけど他の人から見たら、アーナさんどうやって手上げたのとか、どうやってクラブヘッド引いてんのって話になるわけですよ。いや僕は、いや違うよって言って、この状態から背骨動かしてるだけだよって言ってる意味わかるでしょそれでいいのよ、気にしなくていいから。そうです、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 そうです。金子さん、今めっちゃめっちゃよくない？めっちゃよくない？今ので、これが究極、何か言われたら何やってんのって言ったら、いや右向いて左向いてるだけだよって話になるわけですよで自分の場合は腕のこの辺の腕のポジションは綺麗だから、もったいないな、もっとどんどん背骨を積極的に、そう動かして、動かしてくれ、そう動かす、はい、そうです、楽じゃない、その方が。今度はいい、これで今クラブの動きは、じゃあ背骨が動いてるからクラブとか腕が動くんだってことは分かったでしょ。で今度はね、逆にね、逆の動きやらせる、この状態から引っ張り、こう背骨浮くじゃん、背骨で引っ張る、これを、はい、引っ張ればこれ跳ね上がりますよね、跳ね上がったのを逆に向ける、クラブは関係なしですよ、もうそのまま、はい、このまま引っ張っといて逆向けてみる、でクラブがこういう感じで動くでし
この状態から、はい、引っ張っといて向こう向く。それを一緒にとかじゃなくて、ただ単に、はい、引っ張って引っ張るっていう練習してみてください。でこれが後のドライバーに響いてくるから、はい、そこから逆向くだけ。そう、逆向けばクラブ振りますよね。はい、体が先行して、体が先行。そう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 、わかります？そうすると綱引きみたいに、これで、はい、引っ張る、引っ張る、はい、引っ張る、引っ張る。そう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 。これで球打ってみてください。不思議な動きになってきますから。はい、引っ張る、引っ張る。そう、ほら、これで球飛んできますから。ほら、金子さん激変するでしょ。だから本当にこういう動きなんですよ。こうおかしいでしょ。この状態からこっちに、こっちに行きたいとき、これって一緒にこっちに行ってないじゃん。逆にこっち行く感じになるじゃん。で体が先行く、で体がこの状態から、体を向こう回しますって、これで入れ替わってこっち来るじゃん。たらもう本当にこの練習をするので、それを一緒にってやるともったいない。構えといたい。あくまでも綱引き、体が先なのに、おかしくなってくるとみんなこうやって綱引きするから絶対飛ばないです。はい、構えておく。そうそうそう、で体が先。そうそう、体が先。はい、体、あ、惜しい、いいっすよ。はい、そうそう、よしよしよし。はい、背骨、はい、構えといて、よいしょ、トーン、トーン。そう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 。ここでいうダウンスイングっていうのは、何でこっちに振ってるとかって言ったら、別にこの状態からポジション取って一緒に下ろしてとかじゃなくて、ただ単に向こう向いていく、こう背骨を向こうに回してこれば、クラブが勝手に落ちる。でそのイメージだと好きに振ればいいから、はい、そのまんま柔らかくしておいて、スッとーン、ほんと OK です。おー、ナイス。そう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 。でちょっとおかしく分からなくなってきたりすると、どうするかっていったら、フォーカスするところが今ので 波打つのでヘッドに来るから、もう一回自分側、背骨、はい、背骨、背骨、はい、背骨、はい、背骨、背骨。そう、そういうこと。あ、ほら、ナイス。はい、そのまんま、はい、背骨、背骨、そんだけ。はい、楽じゃない、この方が。構えといて、はい、背骨、はい、そっから背骨、背骨。そう、うまいよな。このまんま、はい、逆に抜ける。そうそうそう、そっから背骨。そう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 。で今のも悪くないんだけど、バックスイングでクラブヘッドの方が動きが強いから、はい、自分ですよね、この状態。アドレスをしっかり取っておく。はい、自分、はい、自分、自分、はい、自分、背骨、背骨、はい、自分、自分。こうやって OK、 ほらね、度合いが自分、はい、クラブヘッドだった場合8対2とかならいいわけですよ、はい、8対2とか7対3、はい、それがだんだんあの6対4とか、はい、だんだん当たらなくなってくると、ここに勝つから、じゃなくて自分側の、はい、背骨、はい、背骨、はい、回してくるって、こんだけ、これでくるって感じです。はい、ちょっとドライバー出してください、ドライバー。で、ドライバーは特に、そう、じゃあちょっと見ててくださいね。はい、打ってみようか。はい、打ってみて。はい、自分の場合はもったいないから、めちゃくちゃ背骨動かせばいい。構えといて、めちゃくちゃ動かして。めちゃくちゃな動きでいいから、めちゃくちゃな動き、めちゃくちゃな動き。はい、丁寧すぎて失速するから。はい、構えといて、ちょっと離しておくよ。はい、振れよ。はい、はい、そのまま行け。そう、もう一回。もう一回、もっと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 離、ちょっと離しておいて。はい、はい、振れよ。はい、行け。ビヨーン、ドーン。そう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 。自分の見てると、自分の場合、はい、ここ乗してきましたね。はい、ここ乗してきましたねってやるから、今ここで僕がストッパーかけてるから、ここでビヨンっていっちゃうでしょ。ビヨンって言ったのが切り返してくるだけだから、はい、思いっきり雑に動いていいから。はい、いけ。はい、そう、そういうこと。こんな動きしてこんでしょ。こっちの方がすごい、全然いい。もっと動いていくぐらいだもん。もっと背骨回して入ってきて、はい、そい、はい、そう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 、こういうこと。自分でこうやってストッパーでかけちゃうからって、もっとブーンとこう動けばいい。うん、で一回打ってみましょう。はい、その構えて、そのまんま。めちゃくちゃいいっす。めちゃくちゃいいっす。めちゃくちゃいい。はい、
そうそうそう、いい、全然全然、そういう感じ、全然、今のもいい、全然いい感じ。はい、はい、背骨、はい、シュー、こういう感じ。めちゃくちゃいい。楽じゃない？そうですね。めちゃくちゃいい。でもね、顔はね、なんでだろうっていう、不思議な感じ。不思議でしょ？不思議だな。うん、ほら。いつもより いいやほらナイスショでしょ。だから結局こういう動きになってるわけじゃないですか。こう要はこういう、なんて言えばいいんだろう、わかめわかんないけど、こういう、ね、こういう動きの時にね、いい、こういう動きの時にみんな分かりましたって言ってこっち気にするでしょ、ね、こっちが、あ、こういった時にこっちヘッドがこう動いてんですねって言うんですよ。これが逆なんです。無視しといてこっちなんです。こっちが動いてきた時は逆、はい、逆でしょ、でしょ、逆向ける、逆向こう、こうで、でも一緒、この状態、はい、この状態から逆向けるだけなのに一緒に来るから、ほら、いつまで経っても飛ばんです。極端に言うと、今これ引っこ抜けないじゃないですか、刺さってるから、引っこ抜けない、引っこ抜けない、動かない、動かない、動かないね、あ、行ったら、はい、向こう向くだけっていうだから僕さっきストッパー当てたじゃないですか、はい、でそれがストッパーなくなるとみんなどうするかって言ったら、だんだんひょいってやり始めるから、はい、ストッパー、そういうことです。あと体でいくでしょ。なんか知んねえけど、ストッパーがあると。このストッパーなんか開発した方がいいかな。やっぱり開発したらしい。行ったらなくなる。最高。練習器具に来ない。なんとかわかるでしょ。なんとなく。そう。いいよ、打て打て。はい。はい。いけ。そう。もったいないのは止まって手で持ってくるから、うん、もっと動いちゃっていいの、うん、そう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 、はい、全然動いちゃっていい、はい、はい、動けそう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 、バックスイング方向にズバーンと動いて、頭動いていいから、はい、そう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 、この感じ、この感じ、この感じ、はい、はい、動けそう、ナイス、そう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 、動け、はい、もっと動け、はい、動けそう、そう、うん、これでめちゃめちゃ変わるから、ほら、うん、2人同時に打ったけどでしょ、そうすると不思議でしょ、だってクラブをこう上げてこう下ろしたらやらないじゃないですか、要はこの状態にあるものに対してもうこれでもう出力出してるでしょ、でこういく時に一緒にこういくんじゃなくて、こういくから、はい、少し引っ張るって感じでしょ、それをこうじゃないでしょ、分かるでしょ、綱引きなの、綱引きをみんなこうやって綱引いてるから絶対無理ですよ、こうじゃん、引っ張るですよ、うん、いい、めっちゃいいクラブヘッドを必要以上に動かさないってこと、引っ張るだけですもん、はい、引っ張っといて体で引っ張る、めちゃくちゃいいです今の金子さん、そう、深田君はあのね手放し運転をゆっくり乗るタイプだから余計難しいよねはい、ナイス、はい、ナイス、この状態から、いい？この状態からこれと、いい？これとほとんどそんな変わんないでしょ、この状態から、はい、これ、はい、これ変わんないでしょ、だけど最初のやつは自分で押してあげてる、次のやつはこの状態から引っ張ってあげてる
だからこの状態からこれにある状態からパッとこの状態に持っていくんじゃなくて、これを引っ張る動き、この状態から引っ張って逆に引っ張ってくる、うん、引っ張って引っ張ってくる、でもやることが逆だよね、はい、引く動きさえ覚えてもらえればクラブ振りに行かない、引っ張る引っ張る、そう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 、今のいいですよ、あやこさん、でそれを体でやってるだけだから、はい、体で引っ張って体で引っ張る、そうそうそう、それでクラブが動いてるってことを分かってもらえれば、引っ張って、はい、引っ張る引っ張る、めちゃくちゃいいです、たくさんたくさん、今のやつはい、そうクラブ振ってる感じないでしょ、背骨っていうのはもう絶対条件だから、こうほらこれ背骨が回ってて、背骨回ってるからこの腕が回ってますよね、ここに首があって、要はこういうことですよね、これ背骨が回ってるからこれ回るわけですよ、だけどみんなこの背骨が回らないのにここの部分を一生懸命こう回そうとするから、これはもう絶対無理ですよ、で今度は背骨の、背骨が回るってことが分かったら、じゃあそれを回しながらこう押してったら、押すんじゃなくて回しながら少し引っ張る、でこの状態で引っ張れれば、で今度逆もこれで引っ張ってこれるじゃないですか、でそれの練習方法、ごめんねごめんね、その練習方法が、はい構えて、はい構える、これがその練習方法、はい、そ、はい、いきますよ、はい、パッパッ、これがその練習方法、ほら分かるでしょ、これは押してる、押してるバックスイングじゃないよね、ここで僕がストッパー当てちゃってるから、あ引っ張ったって感じになるじゃん、はい、そう、こういうことです、めっちゃめっちゃ、ここでもっと肘緩めといて、肘緩めといて、はい、雑にいけ、思いっきりいけ、はいはい、もう一回、もっともっともっとガーンと、これ僕のぶっ飛ばす感じでいいから、はい、あいしょ僕の、そうそう、僕のこれをぶっ飛ばす感じでいいから、シャフトを、シャフトをもう払いバーン飛ばせって、そう、ここにあるストッパーをポーン飛ばす、もう払い飛ばしちゃうぐらいでいいから、はい、いけ、はい、はい、もっとや、もっともっともっとガーンと、はい、いけ、はい、はい、僕らの場合この状態からいい、この状態からここでおかしいと、ここから押し始めるから、こうやってこっちに、こうやってこうやって押し始めるから、押し始めたらもうスピード上がんないから、これ引っ張ってパーンと跳ね上がるわけだから、パーンと引っ張って跳ね上がったものを体回すだけだから、トップがどこにあるかなんか分からなくて、これ練習じゃない、分からなくていいから、トップにどこがあるのかって、はい、そのまま跳ね上がってパーンと跳ね上がったものを向こう向く、金子さん一気に飛び始めるからナイス、ほらでしょ、そうすると変な足、こっちのパーンと力を、こっちの力をこっちに変換できるんですよ、なのにみんなこう言ってここからよしってやるからいやこういう投げ方で投げればいいのに、こうやって取ってこうやって投げればいいのに、取ってやっといて、こっからこうやって投げようとするから繋ぐんですよ、そのまま引っ張って体で、はい、そう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 、あ、深田ナイス、金子さんナイス楽でしょ、そうですね、ほら楽でしょ。